国道115号終点福島県山郡、稲葉城町片田中丸交差点国道115号は、福島県相馬市から山郡稲葉城町に至る一般国道である。福島県相馬市三条相馬市から福島市の間は、通称中村街道、または相馬街道、福島市から稲葉城町の間は、土湯街道と呼ばれている。また、 福島市から稲わし町の間は中通り北部と合津地方を結ぶルートとなっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲運転及び経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として初回指定された1953年では新潟平線として指定されていた。 1963年に旧国道49号として指定施行に伴って決番となり、同日新たに指定された相馬稲脇路線に裁判された。福島県、伊達市両前下小国相馬市三条地内は、福音教省に加え急カーブ、急勾配が連続し、当期間は路面凍結により交通事故が多発している区間である。そのため、 これを解消させるために自動車専用道路としてバイパスを建設し2017年に開通した。相馬福島道路は長万道と東北道とを結ぶ交通軸としてその後も延伸され2021年に全線開通。土湯バイパス、福島県山郡稲脇城町国道4号からの分岐福島市長。 谷の交差点休憩施設レ山パーキング付近、福島県伊達市両全協領道の駅転送元カテゴリさんとダバイパスに関するカテゴリー。ありがとうございます。